皆さん、こんにちは。川崎市の障害者雇用就労推進課、平井と申します。神戸市で障害者の就労支援を担当しております、吉岡と申します。よろしくお願いします。同じく神戸市役所の福原と申します。よろしくお願いいたします。ではですね、川崎市と神戸市の取り組みにつきまして、30分程度を使いましてですね、お話をさせていただけたらと思います。正直その川崎と神戸ということで、大概自治体って別々に立つもんなんですけれども、ちょっとたまには一緒にやろうかということでですね、今日はご一緒させていただいております。ちょっと簡単にですね、じゃあちょっと説明してまいりますね。ここちょっと僕一個だけ禁句がありましてですね、この前神戸市の人口を抜いちゃってですね、思わず順位が逆転しちゃったんですね。これ言うとちょっと機嫌悪くするので今日はちょっと禁句ということで、しております。後ほど後で人口出てきますので見ていただけたらと思います。じゃあちょっと時間もあれなので進めます。まずちょっと行政が抱えるですね、この取り組みを通して、現状のその課題をですね、簡単にご案内したいと思っております。これ全国の人口の障害者の年齢階層別の推移ということで、障害者白書から抜粋してきました。左上が身体の在宅、それから左下が知的の方の在宅、それから右上が精神の方の外来ということで、基準も違うのでちょっとあんまり数字は、実は見ないでいただきたいんですけども、オレンジの部分ですね、何しろその若い方が、身体はそんなに、逆に減ってると。ところが精神と知的はですね、どん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 増えてますよということが、全国的にも見受けられるのかなというところだけをちょっとこれはご案内したいなと思っております。で、そうした中でですね、川崎と神戸のちょっと障害者の状況ですね、こちらの手帳を持っている方ということなんですけれども、オレンジが神戸市、青が川崎市というところです。で、川崎はですね、今人口がまだ 1% 弱ずつぐらい増えております。で、ただそんな中でですね、実は、精神の方は、おしなべると毎年 8.5% ずつ増えてます。すごい増加率ですね。で、それから神戸の方も 7.1% ずつ増えております。で、知的というとですね、川崎は 5.4%、それから神戸は 5.7% ずつ毎年毎年増えてるんですね。なので、日本全国もうとっくに人口減少社会に入っている中で、障害者の増加率って実はちょっと口に出すとですね、ものすごいそのインパクトがある数字になっているというところをちょっとご案内したいなと思います。で、これ緑の線が人口で、2008年から、どうやら減少に入っているというふうに聞いております。で、ピンクの線が生産年齢人口ですよね。で、2000年前ですね、ちょうどバブル終わった頃に、ピークを迎えてまして、当時が9000万弱ぐらいですと。で、今この赤枠ですね、今だいたい7500万人だそうです。で、20年後にはこれが6000万人になると、平たく言うと生産年齢人口が3分の2になっちゃうんですね。で、そうした中で、我々は何がこうかというとですね、企業様の方で、人手不足っていうのも顕著になってきてますよと。で、これ一番上のピンクがですね、従業員の退職で、倒産した企業です。それから真ん中のオレンジがですね、求人難で倒産した企業さん、東京商工リサーチさんのホームページから持ってきておりますが、平成26年に比べて、それぞれ4倍になってますと。で、私ども川崎もそうなんですけれども、特に中小企業さん多くてですね、社長さんや人事の担当者さんとよく話しさせていただくんですが、人が来ないということは本当に切実におっしゃっている状況が、ございます。
でそうした中でちょっとニュースを見ると、昨年も日本全国で50万人ぐらい人口が減ったというところでして、この勢いでいくとですね、もう大変なこう減少が見込まれてしまうのかなというところです。でこうした中で、我々自治体として考えている課題といたしましては、一つは一番最初に言われた障害者の方が増えている、そうした方の居場所だったり働く場、もうちょっと言うとそこを通した社会とのつながりっていうのが確保していかないといけないというところ、ちょっとこれもう一つですね、あんまり大きくないですけども、やっぱりその扶助費ですね、どうしてもそういった方たちを支えるのに税金が必要なものですから、そういったところが投下されていくと、それが増えていくといった課題がございます。さらに人口が減っていくと、先ほど申し上げた企業さんの元気がなくなっていくと、働き手不足から来る、地域の衰退だったり、また税収も下がったりというところでですね、そんな課題を、今私たちは見ているというところでございます。すいません、続いてですね、私の方から、ちょっと先ほど近藤先生の発表の中でですね、いろいろな制度の、お話っていうのが出てきたかと思います。ちょっとそういった内容について、行政の立場から少し詳しく、説明をさせていただければというふうに思います。まず一つ目、先ほどの近藤先生の発表も少し思い出していただきたいんですけれども、法定雇用率っていう、言葉がございました。これはですね、一昨年来、いろいろニュースにも上がっておりましたので、ちょっと、全然専門でなくてもですね、ご存知の方は多いかもしれません。一定の従業員数を超えるような、規模の企業や、企業であったり自治体であったり、そういったところが、決められたパーセンテージ以上の障害のある方を雇わないといけないよっていう、そういう制度なわけです。でもこの一定の従業員数を見ていただきますとですね、 45.5 人なんですね。5人ってなんやねんっていう感じなんですけれども、ちょっと一番下に米印で、解説加えておりますけれども、週30時間以上になると1人で、20時間から30時間の方は短時間やから 0.5 人やろと、そういうような計算をしている。人っていう、単位は使っていますけれども、これはあくまで計算ですよというような、そういう、制度になっているわけです。で分野別といいますか、民間企業と、公的な団体、教育委員会等々で、この雇用率っていうのは差を設けられているというようなところです。で、これにですね、付随して、いろいろな制度が実はございます。同じこの法定雇用率っていう数字を使うんですけれども、それに付随したまた別の制度もあるっていうことなんですね。で、それを少し、ご紹介させていただいているんですけれども、一つ目は雇用納付金制度というのがあります。これは国の、外郭がやっているものになりますけれども、で、ここに書いてある通りでですね、さっき法定雇用率は 45.5 人というふうになってましたけれども、100人以上の企業で、さっきの法定雇用率を満たしていないと、お金を払ってください、ペナルティを払ってくださいというような制度があります。で、逆に雇用率を超えてたくさんの方を雇っているところに対しては報奨金として 2.7 万円を出しますよというような、こういう制度があります。同じ法定雇用率を使っているんですけれども、さっきのとちょっと微妙に違いますよねというようなところがありまして、で、先ほど近藤先生からの発表でもございました、今年から、ですね、先ほどは、20時間から30時間の方が 0.5 人にカウントされますって申し上げましたけれども、10時間から20時間の方に対する特例給付金っていう制度もできるようになります。もうなんか話がこんがらがってきて、何が何だかっていう感じがするんですけど、まさにこれがその制度の縦割りといいますか、というようなところがございます。なんでこんなところが起こってくるかって言いますと、さっき申し上げた通り、これお金を集めて保証金を出しているわけでございますので、ちょっとお金が余り気味なんかなみたいなところがありまして、そうすると近藤先生からの提言を受けて、短時間の方に何かしようといったときに、雇用率を触る方は難しいけれども、お金を出す方ならいけるよというようなことが起こってしまっているということです。で、さらにもう一つの別の制度として助成金制度、これは労働行政側からになりますけれども、ハローワーク等々でですね、要件を満たしたような雇用を
実現しますと、期間限定で助成をするというような制度もあります。まあ、こういったものがいろいろ複雑に絡み合って、まあ、日本の障害者就労の制度っていうのが組み立てられてきたというようなところ、まあ、これを先ほどの近藤先生の発表に少し付け加えさせていただければというふうに思います。で先ほど平井さんから、行政の抱えている課題、まあ、社会全体と言ってもいいかもしれませんけれども、そういった課題を、ご紹介いただきました。そういったことを踏まえて行政から見て、障害者就労の拡大の必要性というようなところを少し説明させていただければというふうに思います。ちょっとこちらにですね、実情を3つポイントを挙げさせていただいておりますけれども、まあ、先ほどの近藤先生の発表ともかぶってまいります。長時間の勤務は難しいけれども、でも実はちゃんと能力を生かして社会に参加できるという方々、実はたくさんいらっしゃるんだというようなお話。で、重度の障害とかをお持ちで、外出ができないような、まあ、できないというか、まあ、非常に難しいというような方ですね。こういった方々であっても、まあ、現在の支援の技術あるいは ICT 等々使ったら在宅就労なんかできるっていうような方もいらっしゃるんじゃないかと。これは障害のある方、外出が困難な方だけに限らないですよね。いろんな企業では今テレワーク等々推進されているかと思います。で、一方でやっぱり障害のある方っていうのがさっきの複雑回帰な制度の中でいろんな力力学の中で働いておられながら、このやっぱり4割の方が1年以内に離職をされているという実情がございます。こういったところを踏まえましてですね、やっぱり自治体、行政としては障害の特性、その人、一人一人の状況に応じた多様な働き方の創出っていうのが求められているんじゃないかというところです。まあ、これがまさに人口減少っていう、少し社会のルールが変わってきた中でどうやって制度、ルールが変わっていけばいいのかというようなことを、まあ走りながら実験しているというようなところかと思っています。でそういったですね、課題意識を踏まえまして、じゃあ神戸市川崎市は何をやっているんだというところを少し取り組みをご説明させていただければというふうに思います。ですのでちょっとまず川崎市と神戸市の概要というところになります。冒頭平井さんからもご紹介ありましたけれども、こちら人口ですね、川崎市が153万人、神戸市が152万人というような形になっております。まあ、抜かれたというところもありますが、まあ、同規模の人口かなというようなところがあるかと思います。で、人口が同規模だったらじゃあ同じような規模なのかっていうと、実は全然違うんですよね。やっぱり神戸市と川崎市って、ここを見ていただいたら、まず面積全然違いますね。神戸市は六甲山がありますので、山間部もあります、ですので、まあ、557平方キロメートルということで、これはまあ割と自治体の中では広い方になっています。一方で川崎市は、まあ、これ決して狭くはありませんけれども、まあ、そんなに広い方ではないかなというところで、事業所数とかですね、従業者数というところをご覧いただければと思いますけれども、まあ、こちらも実は結構違うというところがあります。まあ、これを一言で言うと、神戸市っていうのは昼間人口が多い都市になっています。夜間の人口よりも昼間の人口が少し多くなっています。で、一方で川崎市というのは少し、昼間人口が、夜間の人口よりも少し少ないというようなところがあります。で、冒頭のですね、平井さんからの発表でもありましたけれども、障害者手帳の交付数というのもこれも全然違います。もう見ていただいたら、まあ、一目瞭然という感じがいたしますが、で実はこの神戸市、人口の 7.3% の交付があるというところなんですが、実はこれでも日本全体の平均よりはちょい低なんです。30年度の国の調査で全体で 7.4% ですので、おそらく31年度となるとさらにまた上がっているでしょうから、それに比べますと神戸市でもこれでもちょっと低い、逆に言うと川崎市はとっても低いというようなところが、まあ、この内容かなというふうに思います。で、ちょっと川崎について補足があれば平井さんからお願いしたいと思います。仲いいんです。一応そこだけ補足をさせていただけたらと思いますんで、はい、特段何か申し上げるとかはございません。で、続きまして次のスライドですね。じゃあ今深田さんの方からお話がございましたが、その中でちょっと短時間雇用プロジェクトをですね、川崎でどのようにですね進めているかっていうところをですね、ご案内したいなと思っております。まずですね、川崎は、川崎市がですね、まあ、やろうかということで、実は28年、29年度はですね、私が求人開拓してたんですよ。
会社さん行ってちょっとすいませんけど雇ってくださいっていう、まあ、そこからあなんだお前はとか言われながらですね始まりまして、で今はですね委託をしております。まあ、規模が大きくなってきましたので、まあ、とてもじゃないけどちょっと一人で開拓はできないなというところで、企業応援センター川崎というのをこの4月に立ち上げました。で、そこがですね企業様に対して求人の開拓を行います。で、まあ、それはそうなんですけど川崎市としましては工業団体さんや例えば市が主催する保育園の園長会などでですねいやこういうのやってんですよとぜひよろしくお願いしますよということをアナウンスしたりチラシをこう配っていただいたりしてですね、でそうすると情報が会社様に行くのでその行った頃を見計らってですねいやちょっと情報言ってると思いますけどっていうことで、まあ、入っていくというところでございます。でそれで企業センター川崎がですね、求人をいただいてきますと、まあ、先ほど近藤先生がご説明いただいたスキームにのっとって求人をいただいてきますとそれをですね、各区の生活保護課ですね、それから生活困窮者支援制度に基づく自立支援機関、川崎ではこれ大丈夫センターっていうんですけどももう覚えましたよね。これ僕が名前つけたんですね。大丈夫センターっていうのがありましてですね。そこに流したりとかですね。あと、移行支援事業所ですね。はい。それから、地域就労援助センターというところに流していきます。で、移行は、さっき先生から説明しました。援助センターって何かっていうとですね、障害のある方が求職活動をするにあたって、そこに登録してですね、まあ、例えば履歴書の書き方ですとか、適職はどういうのがいいかとか、場合によっては面接に同行したり、見学に同行したりっていうところを行う就労支援機関でございまして、川崎市には3つございます。で、そこに情報を流します。でそこに登録されている皆さんに情報が行きまして、じゃ あ応募したい人ということで、求職者を募集するっていう、そんな流れになっております。でちょっと右側にですね、地域活動支援センターっていうのが出てるんですけども、これは居場所事業ですね、平たく言うと。はい。で、実はなんでここに行ってるかっていうと、もともと地域就労援助センターは、まあ、言ったら週20時間以上働く人たちがメインでこう登録されてたと、就職活動をお手伝いしてたと。そうするといざ短時間雇用で5時間とか10時間の仕事を見つけてきてもですね、ここにいないんですよ、お客さんが。でどこにいるのかなっていうふうに探してたところ、こういった地域活動支援センターだったり病院さんのデイケアさんだったりっていうところにいたので、援助センターの皆さんにお願いして、じゃあちょっと今年は50人ずつここから新規登録お願いしますっていうような話をしてですね、対象者をこう確保していったっていう、そんな経過がございます。はい、では続きまして神戸市の仕組みをご説明をさせていただきます。神戸市ですね、企業団体につきましては同じようなところで、まあ、例えば中小企業家同友会さんへの働きかけであったりとかっていうようなところをしながら、企業開拓を進めています。で、川崎の方で、応援センター川崎っていうのがございましたけれども、神戸市にはこの後、お話しいただきますけれども、仕事サポートという先ほどの、川崎でいうところの就労援助センターですね、障害者の方の就労を支援をするセンター、これもともとございまして、その中の一つ仕事サポートと神戸市では呼んでおりますけれども、その一つ仕事サポート西部に、企業開拓をしていただくコーディネーターを配置をしております。で、神戸市は川崎のように新たなセンターをこう設置したというよりも、もともとあった仕事サポートの中の一つにこのコーディネーターを配置をして、もともとの仕組みの中にこの長短時間雇用っていうのを組み込んだというところになります。で、同じような形でコーディネーターが企業に求人を開拓に参ります。で、その開拓した仕事の内容については神戸市に、神戸市は5カ所ございますけれども、仕事サポートの方に情報を流します。で、仕事サポートも基本的には先ほどの川崎と同じく20時間以上の仕事を目指すという方が主に登録をされてますので、まあ、そこに登録をされている方の中からでも20時間が難しい方であったりとか、あとは同じように生活保護困窮の窓口に情報を流したりとか、
真ん中に神戸市は B 型の事業所というのを入れておりますけれども、ここがちょっと川崎と違うところになっておりまして、神戸市は B 型の事業所とのこの超短時間というのの併用、サービスと就労の併用というのを認めております。基本的には、障害の方、サービスを受けておられたら、就労できる方は就労する。就労できない方はサービスを受ける。というような考え方が基本となっておりますけれども、この超短時間の働き方だと、本当に週に短い方だと1時間から働いておられますので、少しでも働ける。で、その残りの時間どうするんだって言ったときに、やっぱりサービスを併用して、日常の生活をご支援していくというような仕組みを作っておりますので、この B 型の事業所、ここが今一番、求職者の方を開拓していくポイントだというふうには神戸市として考えておりますけれども、ここで情報を流しをします。で、基本的に、仕事サポートに皆さん、これも川崎と同じ仕組みですけれども、登録をいただいて、で、実際の、例えば就職までのご支援とか、実際に就職した後の、いわゆる定着のご支援っていうのは、こちらの仕事サポートの方で行っているということになります。で、神戸市と川崎市の、特徴、同じようなところ、またあと違うところっていうのを少しこの表で並べさせていただいております。目的としましては、当初、この先生からのお話もあったように、行政課題の解決であったりとかっていうのを、大きな目的には掲げております。で、実施内容は、こちらにありますように、短時間であれば、働ける求職者の人と人手が欲しい企業をつないでいくというようなことになります。で、それぞれの効果としましては、求職者の方にとりましては、これまでこういった働き方がなかった時には、全く働いたことがなかった人が初めてお給料をもらってすごく自信になったとか、社会とつながってるっていう実感があるというような、いろんな感想をいただいております。で、そういった、就労の場の確保で、社会とつながっていくっていうようなことが、求職者にとっての効果となります。で、企業様にとっては、こちらにあるように、上業者の確保が、負担の軽減であったりとか、あとは、実際に、周辺業務を手伝っていただくっていうところで、本来業務に集中できるというところで、生産性の向上といったところにもつながっているかな。と思います。自治体としては、先ほどの課題の解決の一助になっているというところです。で、地域、人手も減っていくという中で、障害者が活躍するというところが、ひいては地域の活性化につながっていったらいいなというふうに考えています。で、対象者ですけれども、基本的には障害の手帳をお持ちの方、を対象としておりますけれども、この働き方、先ほどもあったように雇用率に全く関係がありませんので、手帳のない方、あとは神戸市は生活困窮の方もこちらの方で、対象としながらご支援をしているというところになります。で、ルールですけれども、細かいところをここに少し挙げております。業務、職務定義をしていただくときに、大体1つないしは2つぐらい、の業務に限定をしてくださいというね企業の方にお願いをしております。で、二つ目、事前に働いている場の見学ですとか、実習っていうのをさせていただいております。で、実際に働いている現場を見ていただいて、で、少し体験をして、この仕事だったらできるかなというような事前の準備っていうのをしていただいているというところになります。で、三点目、これが一番大きなところになるんですけれども、割と仕事ができるようになると、企業さんって、あれもどうですかとか、もうちょっと時間もしてみませんかっていうような形で、お話をされるっていうことがあるんですけれども、きちんと事前に職務定義をするっていうところから、例えば、お互いにもうちょっと仕事であったり、日数であったりっていうのを増やしていきたいっていう場合には、必ず支援機関に相談をいただくようにお願いをしています。全く変えないっていうわけではないんですが、その間、支援機関が入って、仕事の仕方をサポートをするというような体制をとっています。
採用の流れについては先ほどの近藤先生の、フローを少し具体的に書いたようなものになります。これはもう参考に見ていただいたらいいかなと思います。で、少し特徴も付け加えさせていただきますと、まあ、この一番違うところがもしかしたら最初の方かもしれませんが、この事業、神戸市が取り組む、まあ、きっかけも少しお話をさせていただこうかなと思うんですけれども、流れがございましたように、まずソフトバンクの方でされてて、行政としては川崎市さんが一番最初に取り組んでおられました。で、神戸市は、まあ、そういった情報をお聞きしまして、実際に川崎市であったりとかソフトバンクであったりとか、こちらの近藤先生の研究室にもいろいろとお話をお伺いに行かせていただきました。で、その中で、まあ、局長っていうのは保健福祉分野の、まあ、一番、まあ、偉い人ですね、いわゆるが、やっぱりこういうことって神戸市でもやっていかなあかんよねっていうところを割とこう早く理解をしてくれたというところもあって、で局長もですし、私たちもですし、こう一緒になってこうやっていくっていうような合意形成をしていくっていうようなところで、この事業が始めることができました。で、神戸市は先ほど川崎の方が言われたように、一人で開拓っていうことではなくても、最初から仕事サポート西部水星さんに業務を委託をしているというところです。で、参加の支援機関は先ほどもあったように、神戸市は就労継続の B 型事業所を割とこうメインのターゲットとして捉えているというところなので、こちらが入っております。で、まあ、主な業種としては、まあ、飲食、小売、製造と高齢であったり障害であったりの福祉施設なんかでの働きっていうのが多くなっています。で、障害者数とか種別はちょっとこちらにある通りにはなりますが、まず職務定義をした中で、短期アルバイトっていうのは本当に数日のお仕事から切り出したところもあります。で、トータルの就労時間としては、12月末現在で神戸市は 285.5 時間で、先ほどもちょっと近藤先生の方からありましたけれども、平均して神戸は 7.1 時間で、5から10時間の方が大多数を占めています。で、これを30時間計算にすると 9.5 人分の就労を生み出したということになっております。で、1年後の定着率は 67.7% なので、先ほど4割の方が1年未満で辞めてしまうというところから比べると非常に高い定着率となっております。そしてですね、川崎の方はもこちらに書かれている通りでございますけれども、ちょっと補足的に申し上げると、障害種別でですね、身体知的精神ってあるんですけど、ちょっとこれ手帳で分類してますので、実は発達の方がですね、4人に1人ぐらいは入ってますよということを補足させていただきます。それから定着率なんですけど、ちょっと悪いかなって思われるかもしれないんですが、実はですね、平成29年30年度の就職者に限っては 82% を1年定着しております。というのはやっぱり最初の年ですね、手探りだったんで、先ほど吉岡さんからもあったやり方がですね、まだ固まってなかったんですよ。で、やり方固まった後はですね、高い定着率が継続されていますということをお伝えしたいと思います。で、会社の前、例ですね、こちらは、後ほどご覧いただければと思います。じゃあ、ちょっとすいません、我々行政からの発表の最後のまとめですね、大変恐縮なんですけれども、まあ、これからの発表、この後の発表に続けていくというような意味で、少し私の方からまとめをさせていただければと思います。まあ、本当にこのような場でですね、我々発表させていただくのも大変気恥ずかしいと言いますか、まあ、申し訳ないような恐縮な気持ちなんですけれども、ただそれを、そればっかり言ってますと、こんだけのたくさんの方に、お集まりいただいた、お時間いただいているわけですんで、ちょっとぜひ皆さんと一緒に考えていけるような、きっかけになるような手がかりをですね、少し提供できればと思いまして、このまとめを作成させていただいてます。まあ、行政の抱える課題とか、あるいはその下のところはですね、少しイメージしやすいように、まあ、行政じゃなくても抱えているような課題かもしれないような、イメージしやすい、内容をまとめております。
冒頭の近藤先生の発表からでもありました縦割りっていうものがあるっていう話なんですけれども、実は縦割りってよく言い換えると役割分担であったり、あるいは制度の縦割りっていうのは、まあ、よく言うとみんなで決めたからこそではあるんですね。なので経緯はあっても理由はないみたいな制度ってたくさんありますけれども、でもみんなが参画してやったからこその成果でもあるというところはあります。で、組織の縦割りっていうところも、これもですね、ちょっとここに書かせていただいてますけれども、なんで役割分担をするかって言ったら、やっぱりパフォーマンスが安定するし、とっても公平にできるからっていうことですよね。うちは縦割りやなって思ったら、それを逆に言うと、うちの組織ってパフォーマンス安定してるなっていうことでもあると思っています。で、そんな中で、じゃあ我々何やってるかっていうと、平井さんから最初の方はもう本当手探りでって話ありましたよね。もう本当につてを頼って頼み込んでいくっていう話です。で、これも いいように言うとですね、理念を共有できる人を探して、その人に普段通りの仕事をしてもらいながら少しずつ変えていくっていうような、そういういい言い方もできると思います。あるいは課題を共有できる人だったら理念共有できなくても一緒にやっていけるかもしれません。そういったことをですね、少しずつ積み重ねていくしかない。で、それをちょっとこの、新しいことをする難しさっていうところで具体的に書かせていただいてますけれども、当然組織っていうのは必要最低限の人員で回していること多いと思います。で、お金もなかなかつきにくい、人口減少社会の中でなんで新しいことせなあかんねんっていう逆のことを言われてしまうこともあるかもしれません。で、そういった中でですね、何をやっていかないといけないかっていうところ、ちょっと偉そうにですね、それぞれの立場からって最後に書かさせていただいてますけれども、いろんな立場の人たちがちょっとずつ、はみ出すっていうことをここに書いてます。私、施設管理の仕事もしてまして、工事の関係の打ち合わせなんかもですね、よく建築職、あるいは建築の専門家とするんですけれども、建築の専門家の方たちも今、大変福祉のことをすごく勉強されてます。で、それにいつも、びっくりするとともに、僕が逆に福祉の専門家としてちゃんと建築のことを勉強できてるかなってすごく反省するわけなんですけれども、で、その方々にいつも言われるのが、自分たち専門家として仕事をしながら、でもちょっとだけはみ出して、で、福祉関係者もちょっとだけはみ出していいものを作っていきましょうっていうことをよく言われます。そういったところをですね、今回の手がかりとさせていただいて、この後の発表の皆様方のちょっとそのはみ出ているところをぜひご覧いただければなと思っています。すいません、簡単ではありますけれども、我々からの発表以上になります。どうもありがとうございます。